皆さんお疲れ様でございます。先ほど埼玉県第16回新型コロナウイルス対策本部会議を開催をさせていただきました。そのご報告とともに私の方からちょっとまた別なご報告もございます。まずは昨日政府対策本部におきまして39の県について緊急事態宣言が解除されました。一方本県を含む8都道府県については引き続き緊急事態宣言が維持をされるというふうになりました。本県におきましては新規の陽性者数は減少をしております。しかしながらまだまだこのペースがより減少しなければならず、また隣にある東京都の陽性者感染者の数はまだまだ高いレベルであることから安心できる状況にはないと言わざるを得ないと思います。一方で人と会わないようにする、行動を大きく抑制するという現状から経済活動、社会活動、子どもの教育、こういったことも考えますと一刻も早く正常な方向に戻せるようしっかりと準備を進めていく必要があります。このようなことから先般も皆様にご報告をさせていただきました際の国新しい生活様式安心宣言を発表させていただきました。昨日の時点でこの細かい書式についてもホームページの方に掲示をさせていただきました。これからしばらくは残念ながらウイルスと共存をせざるを得ず、事業を営む人、そこで働く人、それを利用される方、そして一般県民、すべての皆様がコミットをする必要があります。なぜならば、先ほど申し上げた通り、これまでは接触機会を最小限にするために外に出ない、接触機会を最小限にするために、例えば利用、サービス等を利用しない、これが主眼でありましたけれども、これから、昨日安倍総理もおっしゃってましたが、長期戦ということになれば、接触をしても感染をしないような工夫をする、これまで知見が集まれてきた中でより良い方法をとっている、それがこの新しい生活様式安心宣言の中に盛り込まれております。この安心宣言によって徹底して、そして受け身ではなく、つまり何人になったから何をするではなくて、自分たちでより減らしていく、積極的にみんなで取り組みを進めることで、より多くの事業者が社会的機能を発揮をし、県民の皆さんが可能な限り早く安心できる生活を取り戻せるよう、こういった、いわば出口戦略、エグジットセオリーを明確な形で定めさせていただきました。この共通宣言についてはダウンロードをして、今日からでも全ての事業者の方にご利用をいただけるものでございますので、例えば事業所あるいは働く者とともに経営者の皆さんが合意をしていただく、さらには利用されるお仕事の現場だけではなくてお店等を利用される消費者の皆様に安心していただく、そのためにも重複をいただく、宣言日とお名前を書いて重複をいただく、そういったことが可能となるものでありますので、県民の皆様のご協力をぜひお願いをさせていただきたいと思いますし、仮に今日緊急事態宣言が解除されるとなっても、これは有効な形で機能をさせていただきたいと思っています。次に緊急事態措置の一部緩和であります。新型インフルエンザ等特別措置法に基づき、本県では緊急事態宣言の下、緊急事態措置を実施をしているところでありますけれども、政府における基本的対処方針の変更を踏まえて、県民の皆さんの健康的な生活を維持するため、措置の一部の緩和を決定をいたしました。現在、使用停止等を要請をしている市町村立の施設のうち、図書館については、適切な感染防止策を講じることを前提に、事前予約による図書の貸し出し措置の対象外、貸し出しを措置の対象外といたします。なお、県立の図書館の方につきましては、19日から
事前予約での貸し出しを再開をいたします。また県営公園については適切な汚染防止策を講じることを前提に注意事項を明示した上で明日16日から小型の遊具については使えるようにいたします。一方屋内施設大型遊具及び駐車場は引き続き閉鎖をいたします。なお市町村立等の公園についてはこれまでも自粛の対象にはしておりませんでしたので、これは市町村のご判断に任せたいと思っています。またその他の県営施設につきましては、これらの緩和の実施状況を検証した上で感染防止対策を定めるなど施設の再開に向けた検討を進めたいと思っています。また本日の本部会議でもご報告をさせていただきましたけれども、今日の午前中加藤厚労大臣に対して私の名前で新型コロナウイルス抗原の検出用キットの優先供給についてお願いを届けさせていただきました。埼玉県ではご存知の通り人口当たりのベッド数あるいは医師数が極めて低いレベルであります。これを克服するためにこれまでもベッド数の増強や医学部の増設について厚生労働省国に対して要望してまいりましたが、何ら進展はなかった中で我々はこの新型コロナウイルス対策を進めなければなりませんでした。それにもかかわらず今例えば PCR の検査については全国でも3番目の数、あるいはこの3週間で療養施設については900室、そして病院の病室については約倍増という形で厳しい中でも努力をしてきたつもりであります。仮にこの抗原検出用のキットが埼玉県で早期に導入される場合には疑い患者が15分から30分で検出をされることにより最も手がかかる疑い患者のいわゆる隔離、療養、治療、こういったものが直ちにコロナの陽性者として扱えることになり、相当な医療に対する負担が削減をされます。つまり我々は体制も整えてきたし、その実績もあるし、なおかつ効果が高いはずだということで、本来であれば最も早く埼玉県に導入してもおかしくない。それにもかかわらず5つの他の都府県が優先をされることになりました。そこでぜひご配慮いただいて、他の都府県と同様に埼玉県にも早急にこれを供給していただけるようお願いをさせていただくとともに、町内ではこれを受け入れるためのフローやルールについても至急整備をさせていただいているところでございます。新型コロナウイルス感染症への対処に向けては県民の皆様、事業者の皆様に対し大変なご迷惑とご苦労をおかけしています。医療従事者をはじめとする関係者の皆様のご努力にも改めて頭が下がるところであります。感謝を申し上げたいと思っています。県民事業者の皆様には新しい生活様式を準備していただくとともに、我々としても宣言等のお手伝いをさせていただきながら一刻も早いコロナ対策の完遂、そして元の生活に戻れるよう頑張っていくところでございます。ぜひ自粛が長期化し県民の皆様のご負担やあるいはストレスも溜まっていることかと思います。しかしながら皆様の愛する方やご家族や友人を守るために引き続きのご理解と、そして接触機会を減らすだけではなく感染機会を減らすことに成功すればよりできることが多くなります。皆さんのご協力を改めてお願いをさせていただきたいと思います。私の方からご報告は以上です。